ということでですね、今日も今からの方のマスコミコミュニショーということで、マスコットに登場してもらうんですが、今日は何と言っても谷繁監督デーでございます、ね、監督に今日はぜひ活躍してもらいたいと思いますね。もちろん、その監督としてそうなんですが、選手としてもね、まだまだバリバリやっていただければなと思っております。ということは、まあ、とりあえず置いておいて、今からのコーナーはマスコットたちに、ね、今日の試合の行方を占ってもらうというね、対決をしてもらうんですけども、昨日はあのハリー君とドラゴンズね、一騎打ちで3番勝負やったんですが、今日は、ね、ドラゴンズマスコット総入りでドラゴンズのパオロンが束になってかかっていこうということでね、今から出版図を紹介したいと思います。ドラゴンズシャオロンパオロン、そしてハリー君の登場です。どうぞ。はい、お願いします。まずはシャオロン、そしてパオロン、はい、そして、ドラ、はい、ドラ、そして演出者がやってまいりました。ハリー君でした。ハリー、何をやりたかったでしょうか。まあでもね、なんとね、もう今2万5000人のお客さんの中でね、唯一1人お子さんがね、ホークスファンということでね、ありがたいですね。ハイタッチもしてもらってということで、時間もないのでサクサクいきたいと思いますけど、シャオロ、パオロ、ドラがハリーにいろんな種目でね、挑戦したいと思います。お手紙もらいましたね。はい、じゃあまずはですね、まずはパオロン、パオロンとハリー君でね、ちょっと解説をまずしてもらおうと思います。まずちょっとスケッチブックを渡しますね。はい、じゃあペンも渡します。はい、なんか絵描くんかなと思ってるんで、ショムナさん絵ではないですよ。はい、じゃあハリー君のペンと、はい、スケッチブックを渡します。今からですね、私がある動物の名前を10個言います、ね、それを暗記してもらうんですが、今ペン渡しちゃったらダメだね。スケッチブック後にしましょう。ペンはじゃあ、まあ、ちょっと言うのは、ペンは後でもですね、暗記してください。いいですか、わかりました、今の説明で。わかりました。まずはね、パオロンから、今から私が10種類の、まあ、生き物ですよね、動物の名前を言いますので、まあ皆さんも一緒によかったら考えてください。じゃあ言ってきますよ。まず一気にザーッと言います。リス、トラ、マントヒヒ、ゾウ、サイ、ネコ、カラス、ライオン、クマ、サルの10種類。いいですか、覚えました、全部覚えました。そんなわけないですね。もう一回言っちゃおう。もう一回言いますよ、いきますよ。ちょっと順番変えていきます。サル、クマ、ライオン、カラス、ネコ、サイ、ゾウ、マントヒヒ、トラ、リス。いいですか、はい。今のをね、暗記してもらったんですが、まずじゃあペンを渡したいと思います。ね、いくつ、順番はいいですよ、いくつ当たるか書いてもらう前に、まだですよ、まだですよ、どうせに聞かない、聞かない、ね、はい、じゃあまずいいですか、その場で3回回りましょう、3回回りましょう、よーい、1回、そう回っちゃう、1回、はい、もう疲れますから、それでね、もう腰が痛い、今日もバク転頑張ってもらわないといけないんでね。はい、ということで、もうハリー君、すっかり忘れちゃったかもしれないですが、今言った、ね、10の動物の名前、どうぞ書いてください。これ皆さんも多分ね、暑くて頭ボーっとしてて、今多分ね、もう使い4つしか分かんないかもしれないですね。1個でも多く、今の10個のやつ、ね、分かったかな。あ、口出しながら押しないでね。僕はどこから出ました、名古屋の人、名古屋、名古屋なんだけどソフトバンクのまま。でセリーグだったらドラゴンズ、はい、さすがですね。もう分かったら作って読むんですね。日本シリーズでソフトバンクとドラゴンズがやったら最高だよね。どっち応援するの、ホークスだよね。そりゃそうだ、そりゃそうだ、ね、はい、よろしいでしょうか。制限時間あと10秒でいきましょう。10 9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、終了です。はい、じゃあまずはね、ペンをもらわれたいと思います、ね、もうそれじゃ答えですね。はい、じゃあ皆さん一緒に答え合わせしていくんです、まずはね、ハリー君から言ってみたいと思います、ね、はい、じゃあハリー君の答え、こちら、じゃじゃん、もうちょっと前に行きましょうか、暑いですよね。はい、じゃあ僕チェックしていきますね。はい、じゃあ行きます。
リス正解、トラ正解、ゾウ正解、カラスも正解、カットヒゲ正解、ライオン正解、サイが正解、シマウマはないですね、犬ないです、秋竹城いつも各答えですね。ということでハリングのポイント 1,2,3,4,5,6,7 ポイントです。結構高得点でしたね。思ったよりいいと思います。じゃあパオロンさんの答え行ってみたいと思います。パオロンどうぞ。じゃじゃん、リス正解、ゾウ正解、カントヒヒ正解、サイ正解、サル正解、クマ正解、ネコ正解、カラス正解、ネズミはないですね、トラ、トラ正解。あれちょっと待って、トラって2つなかったんだ。あ、嘘でした。大丈夫ですね。分かんなかったのがライオンとゾウの2つですね。ということはパオロンさんの得点8ポイントということで、パオロンの勝利です。はい、ありがとうございます。第1競技惜しかった秋田県庁、ちょっとね 0.5 ポイント上げたいと思いますけどね、それでも届きませんね、残念ながら。さあまず第1競技ドラゴンズ一歩リードしました。じゃあ続いてシャオロンさん、シャオロンさんが行っていきたいと思います。シャオロンさんおめでとうございましたね、後ろで応援してください。シャオロンがハリーとね対決するんですが、体力ではなかなかね勝てないのかな、瞬発力では勝てないのかなと思うんですが、今からメジャーを持ってきました。1メートル走をやってもらおうと思います。あれシートしますけどね、1メートル走、こんだけの距離ですね。1メートルをどっちが速く走れるか、ちょっとラインを引きたいと思います。はい、じゃあちょっとお待ちくださいね。よいしょ、これ後で剥がさないとね、試合ドラで怒られちゃうからね、ちょっと待ってください。1メートルがですね、このラインですね。はい、よろしいでしょうか。本題です。1メートル、これ約1歩なんですけど ね、これを2人で同時に、相撲じゃないです、相撲じゃないですよ、ね、こっからラインを踏まなくて体も出てないところから1、2、3、4、どんで、どんだけ速く、ね、どこでもいいです、体の一部が通過すれば OK でします、ね、はい、じゃあシャオロンとハリーが並びましょう、ね、いいですか。はい、じゃハリー前行った方がいいかな、シャオロン高いから見えないかもしれない。はい、ラインを踏まないでください。体、あ、ライン踏んでますよ皆さん。はい、気をつけしてください2人とも。はい、気をつけするとライン出たやつね、大丈夫です。しこさん微妙に踏んでますね、つま先がここに、はい、よろしいですか。これでこのライン私ちょっとよく見てますんでね、ちょっと一回練習してみましょう。ゆっくりいきますよ。1、2、ついて、シャオロン顔が出てます、顔出さないように1について用意ドン。お、これ結構いけそうですね、シャオロンさん。いけそう。体の一部がこのラインを早く通過した方が、これね、正面でカメラ構えてる方はぜひね撮っといて証拠写真お願いしますね。それでは行ってみたいと思います。フライングするとねハンディがつきますんで、フライングしないようにしましょう。1について用意ドン。今のハリー勝ちだね、手が出ました。ね、ちょっともう一回行きましょう、もう一回行きましょう。シャオロンさん今反応悪かったですね。もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。今の写真撮った、撮った人今ハリーですよね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。よろしいですか。位置について用意ドン。ハリーでした。どっちでもね反応良かったですよ。ちょっと今ねちょっとタイミングずらしてみたんです。まあ、とりあえずこの勝負はハリーホークの勝ちということになりましたね。はい、ということでサーロンさん惜しかったですけどね。じゃあドアラさん最後頑張ってもらおうと思います。ちょっとね最後は運動会的なね障害物競争をちょっとやってみたいと思います。あ、そんな競争でもないです、そんなに競争すごい競争でもないですよ。ちょっとセットしますね。サーロン、パオロンさんすいません、ちょっとね端っこに置いてもらうか帰っていただくかどっちかにしてください。そうそう、階段のあたりでちょっと見るというね。はい、ちょっと大掛かりにいろいろ持ってきました。パオロンさん、そこも使うんだな、そこも使うんだな、そこも使うんだな。はい、じゃあ競技
の説明をさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。ちょっとね、体力的にね、いろいろしんどいんですけどね。スタートをこの真ん中にしましょうかね。ここからにしますね。一回ちょっとゆっくりやってみます。1についてタイムで競いますけど、用意どんで走ります。こういう風にフラフープを一回くぐってもらいます。でフラフープを置いたまま、ね、このボールを足で蹴って、で頑張ってこの中に止めてもらう。よろしいですか。はい、そしたら今度ここに来てボールを9個これ全部落とします。こういう風にザルに ね、で全部9個落としたらザルごと持って下に降ります。ここからボールを投げて1個くっついた時点でゴールですね。よろしいですか。球が9個ありますから1個もくっつかなかったら失格になります。1個くっついた時点で OK。 いいですか。 OK、 いきますよ。ここからスタートします。フラフープをくぐります。ね、そしたらそこからボールを足でここまで運びます。止めました。そしたら今度このボールをザルに9個入れてステージした。そこから投げて1個くっついた時点でタイムがストップという競技になります。 OK ですか。大丈夫ですか、川田さん。とりあえず、まあ、やってみましょう、ね。はい、じゃあ先攻後攻を決めたいと思うんですが、どちらから先にやりましょうか。最初ね、じゃんけんですか。泡で、ね、どうしましょう。ちょっとやっておいてください。ちょっとね、ストップウォッチを持たないとタイムを取らないといけないので。はい、決まりましたか。どちらから。ドアラさんから。ハリーからやる。このまま時間が終わってしまいそうですけど、固まりました。どっちから。あ、ハリーからいきましょうか。よろしいですか、ね。まずはスタートはセンターからです。ここからです。真ん中からです、ね。ちょっと耳が大きい。ドアラさん、これ不利かもしれないですけど ね、順番間違ったらもう一回最初からお願いします。タイムを取りますので、よろしいでしょうか。いきます。1についてよーいスタート。違う、ちょっと待って、競技がね、もうそれ終わりましたから。さっき今私汗かきながら説明したんでね、お願いしますよ。もう汗だくなんで。はい、それでは行ってみたいと思います。改めましてよーいスタート。はいはい、足ね、はいはい。おー、危ない、びっくりした。はい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 、そこに止めてボールを9個全部落とす。ザルで運ぶ、落ちてる。ステージ下に降りてボールを1個くっつけば OK ですよ。くっつかない。あ、くっつかない。まだやばい。失格です。残念でした、ね。今日ですね、実は2人にはストラックアウトをやってもらおうかなと思ってたんですけど、あまりにもボールがくっつかないので、もうそれでよかったのに。もうタイム取ってなかった。いや、はい、ということで、ドアラさん、これゆっくりやってもボールがくっつけば勝利になりますので。あれ、ボール1個なくなっちゃった。あ、来ました。ゆっくりやってもらってもね。ちなみに今の最後の1球投げたタイムで36秒でしたね。36秒以上で、まだちょっと待ってですね。はい、それでは行ってみたいと思います。よーいと。はい、頑張りましょう。次は通らなくて終わりとか、そんな話じゃなかったですか。あ、よかった。余裕ですね、もうこうなるとね。足で運びます。確かに足で運びます。はいはいはい。言うと今30秒ちょうど準備しました。このボールが1個くっつけば引き分けない、引き分け以上だった。タイムはね、今ハリー君の方が良くなりました、ね。これ1個もくっつかなかったら桑原さんの負けになってしまいますね、タイム的にね。ただね、くっつけば勝ちですから。ハリー君が邪魔をする。くっつかない、1個3球目くっつかない。やばい、1分経過しました。くっつかない。あとチャンスは6球。はい、よかった。
1分5秒かかりましたけども、とりあえずこの勝負ローラ君の勝ちとなりました。ということでね、はい、みんな登場してもらいましょうね。3つの勝負をやりましたけど、2勝1敗でドラゴンズチームの勝利です。はい、昨日はねハリー君がね1対1 1勝2分けね、で勝ったんですけど、試合の方はね僅差になりながらもねドラゴンズやってきました。今日はまあ前哨戦のね、まあ、マスコット対決分かったんですけども、今日もねドラゴンズで勝てるように皆さんよろしくお願いしますね。オペの方ね、もちろんホークスファンの人、はいね、ホークスももちろん勝つように全力でいきましょうね。お互いいい試合したいと思いますので、今日のねマスコット対決はドラゴンズチームが勝利でしたが、ドームの中はさあどうなるんでしょうかということで、お楽しみということでこのコーナーを終わりたいと思います。コアラショーのコアロンハリーホークでした。ありがとうございます。You can't.